富風、あの三岡オロチを見つけたので、買ってきました。サスペンションとエンジンルーフ開閉のアクションが可能のようです。では、早送りで開封します。三岡オロチの最大の特徴は、見ての通り、エクステリア、すなわち外観デザインです。このトミカは、オロチの最終生産モデル、ファイナルオロチの、フヤオウこと、パープルカラーです。このトミカは、オロチの特徴あるエクステリアを、忠実に再現しており、完成度の高い一品と言えます。サイドには、オロチのサインまで、再現されていますね。サスペンションも再現されています。では、ぐるりと、一周させてみましょう。そうそう、このオロチのトミカでは、エンジンルーフも開閉します。では、エンジンルーフを開けた状態で、ぐるりと一周させて、みましょう。最後に、スライドショーで、オロチを、見てみましょう。